ニューラルネットワークの数理トロピカルダイス入門の4回目です今回は DNA の目というのを前回少し導入してみたんですけれどもでこのセッションではさまざまなニューラルネットワークのアーキテクチャにアーキテクチャの違いを超えて先に見た DNA の目がたくさん含まれていることを見ていきたいといううに思っています。 DNA の目というのは次のものですね、ニューラルネットワークのサブシステムで、線形写像、ローと非線形写像、シグマ、大体はアクティベーターですね、の合成として、シグマ、コンポジット、ローの形で表されるとき、それを DNA の目と呼ぶことにしましょう。 さまざまなニュー,ニューランネットワークのアーキテクチャって言いましたけれども、まあ、あの簡単に AI の歴史を振り返って、どのようなアーキテクチャが生まれたかを見てみたいと思います。で実はあの長くなっちゃったんで、あのロングバージョン別に作って、ここはショートバージョンであります。あのロングバージョンも PDF 作りましたので、ぜひそちらも参照してください。 で、まあ、どういうアーキテクチャが AI の歴史の中で生まれてきたのかということを振り返ってみようというふうに思います。まず最初に DNN っていうのは、まあ、これもまた別名があるんですがマイチガイアパーセプトロンっていうんですけれども、この出発点になったローゼンブラッドのパーセプトロンについて見ていきたいと思います。 パーセプトロンが DNA の目を持つのは当然で、まあ、これももう少し詳しく見ていきたい。まあ、このパーセプトロンについてはあのー、やはり大事だと思っていて、少し詳しく触れてみたいと思います。でこのパーセプトロンのパートは、全部前になりますが、2017年の7月の丸レクの人工知能の歴史を振り返るから転用しています。 でここではあの,このセッションではパーセプトロン以外に次のようなアーキテクチャを取り上げます、パーセプトロンとあのマリチネアパーセプトロン、これはまあ一緒に話したらしていきたいと思います、それから CNN ですね、で RNN、それから RNN の一種ですけれども、まあ、完成された形でいうと LSTN。 あとは昨今の先生成の主役アーキテクチャであるトアダンスフォーマーですねで結論から言うとこれらのさまざまなアーキテクチャの全てに d n n の目が含まれていることが確かめられます <laughs> d n n の目っていうのはだからニューラルネットワークに偏在するんですよどこにでもあるんですよ、まあ、前回だから d n n どこ行っちゃ盲腸みたいにあの異物になったのか っていう話だからそういういいことはないですねでそれはあのひっそり片隅に隠れたわけじゃなくてあのニューラルネットワークのアーキテクチャ全体の中に拡大して浸透したんだというふうに考えるのが正しいだろうというふうに感じています。ですからあのトロピカルダイーを用いて DNA の数学の研究するっていうのは狭いんじゃないかと。 いう印象なんで今時 DNA なんだっていう印象をお持ちの方もいると思いますが実はそうじゃないんですねニューラルネットワーク全般の数学基礎の研究の第一歩に DNA の数学基礎、まあ、それがトロピカル大数で可能であるならばそれはそのニューラルネット全般の数学的基礎の研究への第一歩になりうるとそのことを示しているというふうに僕は考えています。 最初はちょっとパーセプトロンの話をしましょうでローゼンブラッドをですねパーセプトロンは現在はニューラルネットワークの最初の起源にあたりますでただそれはまあ今回いろんなアーキテクチャを取り上げるんですがそれはだからいろんな限界があったり問題があったりしていろいろ変わっていくんですけれどもパーセプトロンにも限界があって それは1 0分離可能なものしか認識できないっていう,うにいわれるそれはミンスキーの仕事ですねでこれは1958年ですでただそれ以前にあのこれはマクローマクローチとピッツのあの神経の活動の からアアイデてそれをあの論理的な計算に使えるんじゃないかっていうフォーマルニューロンという論文があるんですけれどもでこういうものですねこれはあのこれは理論数学的理論ですけれども重みやあの季値やエビサイドの階段これだからあれですねあの 非あの,あの非連続じゃねえやあのそういうまあ今までいうアクティベーターに当たるようなものなんですそういうものをちゃんと含めてあのそういうこれはもう早いですね40年代にこういう研究をされたこの過去のとこあの線で書くのエクスというのは実はそう単純に表せなくて。 でここで見るとエッジを2回使ってるんですが、まあ、これ逆に言うとあの2層のマルチ2層のパ、あのーセプトロンなら可能なんですけれども、まあ、そういうことも実はあまり、あのー、伝わっていなかったような気がしますでこれはそのパーセプトロンの、あのー、ローゼンブラッドの論文なんですけれどもあの脳の 情報の格納と組織の確率的モデルっていうサブタイトルを持っています。でこれはあの1960年代に爆発的なブームを起こしたんですが、あの1969年にミンスキイラーらがその専門にはものしか学習できないということを指摘して下火になりました。 でこれは本当の第一次の,あのニューラルネットワークブームですね。その後はだから、あの後で見ます、あこれはあのロングバージョンの方に書いたんですけれども、PDP っていうかあの、バックプロパゲーションを原理にしていろいろいけるぞっていうのが1980年代に生まれる。それもやはり あのなかなか、まあ、当時の計算環境にもよるんですけれどもうまくいけなくてそれが第二次ですね第三次には2012年のあのまあ皆さんご存じの,あのディープラーニングの爆発などそれがずっと連続的にもう10年近く続いてるんですね。 まあそういうことなんですが、あのあのロサンブラッドのパーセプトの、こういうやつなんですね、こちら、こちら、配線がありますけど、マーク1っていうんですこの回路この回路図は、あの式で表すとこういうやつで、この入力が i、ik でベクトルで、重みが wk、でこれはあの要するにそれに f を、だからもう、しっかり、あれですね。 あの今 DNN のアクティベーターが F だと思ってでその重みとベクターの内積を取るっていうそういう構造はもう最初からできてたわけですね。で今のこういうあの多層マルチレイヤーパーセプトロンどこが違うかっていうとはっきりしてるんで、あのー、層が1個しかなかったんですよ。 でそれが実はあの問題だということを指摘したのが実はミンスキーでシングルレイヤーのパーセプトロンはあの線形に分離可能なパターンしか認識できないという論文を1969年出します。でこれで大きなあの衝撃を与えるんですけれどもでまあ当時は誤解もしててあの。 あのマルチレイヤーに浸ってそういう限界を超えられないだろうっていうふうに思われていたんですがそうじゃないんですね。マルチレイヤーのパーストロンはあのー、線形分離以外の、まああのー、XOR の話が出てきますこれは最初の40何年か四十年代の中に XOR はあのー。 あのアクティベーターを2つ使わなきゃできないっていうのは実はその時には分かってたんですけどもあのそういうことが考え主も伝わっていない線形,可能線形分離可能ってこういうやつですねこの線一本でこの動物たちを分離しようっていうことを それができるものとこれが複雑に入り組んでくると線,線,あの線形の領域だけでは、うん、できないってことが起きるわけですけれどもでこれは実は今回取り上げるトロピカルダイスというよりもトロピカル幾何学っていうのがまあダイスと幾何つながってるんですけれども。 でそれがあの線形な領域線形に近似できる領域とあのそうではない領域をきちんと分けるっていうことをトリプル幾何学できちんと定義できるんですね。で逆に言うとシングルレイヤーのパーセプトロンとマルチレイヤーの あのパーセプトロンの違いっていうのはきれいにそれはあの次回以降あのトロピカルダイスの話をした時にもう少し話をしてみようと思いますだからずっとあのまああのいろんな名前があるってことで。 あのトロピカル代数といったりトロピカル幾何学といったりあるいはトロピカル数学といったりトロピカルセミリングといった、まあ、それはみんな同じものなんですけれども、まあ、基本的には代数幾何っていう領域で要するに代数で数式としての表現と幾何学的対象あのあのそれの幾何学的表現 が対応するってことが大体その大きな骨組みなんですけれども、その線形で近似できるものの性質はトルクガル機械を使うと非常に綺麗にあの表現することができます。それについてはあの次回以降あのトルクガルダイスのあの入門のところでお話してきたいというふうに思います。 であとその要するに,まあ要するにあのシングルレイヤーパーセプトロンとマルチレイヤーパーセプトロンである DNA とこれは当然あのその非線形な写像とあの線形写像の構成として記述できるということは分かりますね。そ、まあ、それはまあ当然うういう もので次は CNN の話をしようと思います。CNN はコンボリューショナルニューラルネットワークなんですね。でこれは僕のセミナーなんですけれどもあのこれで今思うとやっぱりあのアーキテクチャっていうとこの赤枠の方だけ見てるんですよね。でこの最後のところ実はこういうのがあって。 これはそのコンボリューションあの CNN の一部なんだけれども最後はみんなフルコネクトの DNN がついてるんですよねまあこれは前回言ったみたいにあの分類器として当然だろうとか当然なんで見逃してるんですけれどもあのただアーキテクチャってみると僕らやっぱその全体の あの新しい構造だけ目がいくんだけれどもこういうところであのこれも大事なんだって忘れちゃうんですよね。でこれは実はちゃんと読めばあのコンプリショナルニューラルネットワークの説明僕もこの時したんですけれどもちょっと色がついてる時は見てみますそれぞれの入力は入力を受け取り内積を計算してある場合にはそれに非線形の関数が続くこれはまさに GNN の,の目の話ですね。 で、この最後のとさらに CNN は最後の数、フルコンテククトにはあのソフトマックスのな損失関数もある。でもだからちゃんとだから、コンボリューションニューラルネットワークの中で,の中でも、ちゃんとその DNN 的なものっていうのはちゃんとあるってことはあるんだけれども、僕らやっぱりコンボリューションレイヤーだとかマックスプーリングだとか、そういう方に目がいっちゃうんですよね。まああでももそれもあの 振り返って冷静に考えるいい機会だというふうに思っています。コンポジューションはなかなか実は面白くてあの今回お話できるかどうかは分かりませんけれどもあのここで初めてあのアクティベーターでレルがあの圧倒的に優位に立つという変化がこの時生まれるんですよね。レルっていうのはだから本当に あの単純なんですけれどもマイナスだったらロを返してプラスだったらそのままの値を返すだし動いておくとかなんとかってみんなあの要するにゼロか1あるいはマイナスか1を返すっていうでレルーは例えばあの3が返ったら3をそのまま返しちゃうんですよね最初はなんか変だなと思ったけど今はでそれもですね実はレルー というのは、マックスで定義できるというのはとてもあの大事な性質。といあのレルーの x というのは、マックスの,あの,その x とゼロのうちの大きい方の値ですね。マックスで定義できるというのは、これはトロピカル台数の,あの和の定義そのものなんですよ。それからコンプローショナルニューラルネットワークで、今思うとやっぱり面白いと思うのは、 あの今回は取り上げませんけれどもマックス・プーリングっていう処理が入るんですけれどもこれは決してあのなんていうのかなあの線形の処理じゃないですねでそういうのが登場してだからそれもある種の飛躍なんだとそれもですねマックス・プーリングがまさにあのマックスであのその要素全部の 和を取れば、あの、トロピカルの和を取ればいいんですよ。その中の最大の問題をピックアップするっていう種類が簡単にできちゃいますから。うん、で、このあたりから実は、あの、今気がつ、気がつ、気がつかなかったんだけれども、トロピカルダイスと繋がるものって見え隠れし始めてるんですね。で、次は RNA の、ね、リカネットニューラルネットワーク。で、これはですね、あの、 こっちもだから細かい話は抜きにしてるんであのでロングバージョンを見ていただけたらと思うんですけどもあのマイルチナイのフルコネックトの DNA と r n あって実はあの似てるんですよ基本的にはあの出力層、隠れ層入力層、隠れ層出力層大体3層からのあるネットワークを DNA は縦に並べたし RNN は横に並べるんですよでただその RN n の場合もそ,うそのそういう意味じゃああの全然違うネットワークに見えるし実際振る舞いも全然違うんですけれどもあのフルコネクトで隠れそうを結ぶっていう点ではあの面白い性質を持ってます 縦に並べたあの単純な2層の DNA というのはこういう形であの X があのこの赤い線これが全部あの赤い点線でかあの囲ったやつはその要するに DNA の目ですねこういうふうに書けるんですけれども RN の場合にはそうはならない。 <laughs> めんどくさい話なんだけれども、こういうふうにあの展開して、時間の中で展開してやっていくと、のこの,の t-1 と t、これ時間だと解釈するのが自然だと思いますけれどもそ、のその時間で展開すると、隣の隠れ層同士の間に、 あのコネクトするところがですねそのコネクトっていうのはそのあのー、この下の方の赤い枠で見てもらえば分かりますけれどもこのだその接続隣のワンステップ前の状態の隠れ層の重みとそのベクターをかけたものを あのやっだからこれは全体としてはだからファイカッコ x プラス b って形線形部分と非線形部分の,あのコンポーズになってるというのは RNN でも言えますただし RNN はなかなか性質が難しくて、あのー、これはですねベンジオたちが、あのー、一旦断念するんですよね。 あのやっぱりあの収束できないっていうことであのあのグラディティンディーセントであの学習させようとしてもうまくまと、あ、まらないっていうことで一旦放棄するんですがある意味奇跡的にあの復活するんですね。で、まあ、今回は主要にネットワークのアーキテクチャの話をするしてるんですけれどもそれは実は訓練法である。 バックプロパゲーションの話とも実は結びついていてでこの RNN の最初の失敗っていうのはだからバックプロパゲーションであのグラディエン勾配を計算しようとしてうまく元は発散しちゃうんですよね振動しちゃうんですよねそういうのをどう乗り越えてきたかってもなかなか面白い話だと僕は思いますただ RNN はだからこういう形でやっぱりあの D N の目を時間展開の方向にとって沿って持っていたというのが確認できると思います。でその今を克服したのがあの L S T n ででまあそれは R N n が復活したってことでこれはなかなか天の今度仕掛けをしているんですねこういう回路なんですけれどもとてもめんどくさい形をしているんですが基本的にはそのメモリー 記憶を導入すするってことが鍵なんですねそれでいろんなところに情報の流れを制御するゲートと思っていてでメモリーユニットと入力ユニットと状態ユニットで状態も持つんですよでそういうことで RNN が最初の RNN が抱えていた困難を克服したということなんですがこれもですねそ,のそれぞれのところ例えばこれはインプット のところなんですけどこういう形の,あの操作をします。ハイパブリック・タンジェントであの、これもだからですねあのあの、ちょっと表現あるかもしれないですけど wc ってやつと H T、ht-t との内積にあの、バイアスに当たるものを足す。これはまさに あの、次元の目ですね。ここにあるんですよ。それからインプットゲートのコントロールも同じです。これシグマ、これはシグマードを使ってたと思うんだけれども、で、これはまさに、あの、シグマっていう、あの、アクティベーターと、あの、これは線形変換の組み合わせということですね。まあ、これはちょっと違う単なに足し合わせるんだけれども。 ポゲットゲートっていうやつこれも面白い記憶を忘れるゲートがあるんですけれどもそれをコントロールしてるのもこの FC の上の破線の赤い枠を見て頂ければ分かりますようにアクティベーターとそれから線形ャ像のコンポーツになっています。でまとめて書くとこの3つのいろんなあのゲートコントロールのところが全て DNA のの目の形式をしているってことわかりますでトランスフォーマーはですねトランスフォーマーはもあの今からもパーセプトロンと一番遠いと思ってもいいアーキテクチャなんですがこれが一番最初の,ト,あのトランスフォーマーのモデルですけどまあ目で見えるだけでもフィードフォワードというのが2箇所ありますねそれから最後の出力のところも あの、リニア層からそのソフトマックスをかけてますから、これもだから、あれですね、あのー、アクティベータープラス、あのー、線形変換の結合だ。ただ、これだけじゃないんですよ。で、トランスフォーマーで重要なのは、その、セルフアテンションっていうか、あの、マルチヘッドアテンションっていうところなんですけれども、 でこれはアテンション・イズ・オーユニードという有名な論文で出ている図なんですがこの右側がマルチヘッド・アテンションなんですが左側にこれを構成しているこの紫の部分ですねスカイル・ドット・プロダクト・アテンションというのがこれがあのこのマルチヘッド・アテンションの構成要素なんです。 ところが、スケールドとプのアテンションを見ると、これは要するに単なる線形変,あの線形変換にあのソフトマックスをかけるんですね。ソフトマックスをかけるとは、かけ算するというわけではなくて、ソフトマックスを適用してるんです。で、またかけるんですけれども、でここの部分ってまさにあ d n の目に当たるものですね。 でこれがだから実はそのマーチヘッドアテンションを構成してるからこ,ここの部分も DN の,の目が含まれてるっていうことです。ですからこういうふうにあのトランスフォーマーのモデルの中にはさまざまいろんな形で DNN の目が現れてるってことはほとんど全部ですね,ね確認できると思います。でこれはだから今の あの,あのビットネットトランスフォーマーだろうがそのネットあのビットネットトランスフォーマーの基礎ベースになったラーマーのトランスフォーマーこれはもう非常にすっきりしてますけどこれはもうはっきりしてますねここ,にあのここの部分あの上からこれはあのまああの出力の DNA で,で でフ,あのフィードフォワードのとこブルーのところが真ん中にあっては先ほど見たようにこれも同じですねマル,ティアあのマルティアとあの,のこれは先ほどと多分あのロジックは同じやつが入っていてだからここもだから DNA の目があるということですね。 だからそういう意味で見れば、だから今見た限り多分これしかないんですよ。だから全てのニューラルネットって基本はパーセプトロン起源っていうか、その、要するにアクティベーターと線形変換のコンポーツという構造をですね、あのずっといろんなところであの使い回してるってことがわかると思います。で、次回から、あの、 あのトロピカル台数の、まああのー、基本的な、あのー、性質の話を始めようかなというふうに思ってます。だから DNN がトロピカル台数で数学的基礎付けを得られるのは冒頭にも述べましたがそれはさまざまなニューラルネット今見たように単にパーセプトロンだけじゃなくて現在のトランスフォーマーに至るまで 至る所にあの偏在している d n n 的なもの d n n 的なものの説明解明が進むってことでもありますので,でそれはニューラルネットワーク全般に対する数学的基礎を与える考えていく上での第一歩になるだろうというふうに思います。じゃあ次回はあのいよいよトルク都力ダイスの話から始めたいというふうに思っています。